間15秒使用。この時は追い風 0.7 メートルでした。以上です。フィールド A ゾーンでは女子走り高跳び競技開始です。続きましてのトラック決勝種目、女子の 200m 競走決勝であります。昨日の準決勝では第4年を走ります625番岩永さん、中部商業沖縄が25秒35と最も良い記録であります。なお2番手に第3レーン432番川津真由さん、熊本北熊本25秒38です。第3レーンの川津さんは 400m 優勝、昨日行われました 100m で優勝を飾っております。そして2冠を達成しておりますけれども、この第3種目目 200m 決勝にも進出です。女子 200m 競走この種目の大会記録は24秒35が大会記録であります。大会記録は24秒35。Thank you.
雷が鳴っておりますのでしばらく中断いたします。正面スタンド前、女子7次競技走り幅跳び競技終了です。記録をお知らせします。プログラムは20ページです。先ほど終了しました男子 110m ハードル競争予選4組の結果です。1着5レーン岩切君国分中央鹿児島、時間14秒66、2着7レーン小沢君宮崎第一宮崎、時間15秒16、3着6レーン堤君鹿本熊本、時間15秒55、4着3レーン向こう丸くん宮崎商業宮崎、時間15秒87。この時は風はありませんでした。この結果を受けまして男子 110m ハードル競争準決勝に進出します。プラスの4名を紹介いたします。1組4着に入りました西口くん宮崎みなみ、宮崎時間15秒73。3組4着に入りました島野くん鹿児島南鹿児島、時間15秒84。4組4着に入りました向こう丸く宮崎商業宮崎、時間15秒87。1組5着に入りました村本くん九州学院熊本、時間15秒93。以上が本日13時50分から行われます。